こんにちは、マサタカヨです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。ご機嫌救世を使ってみんなで幸せになりましょう。一泊水星で、内面にある月明星が八泊土星さんというパターンに参りたいと思います。今日の動画をご覧いただくと、本命星が一泊水星で、内面の月明星が八泊土星の方が、自分の健康や、仕事、恋愛などについて注意した方がいい点などを、ご理解いただくことができます。ご自身の人生にお役立ていただければと思います。ぜひ最後までご覧ください。私、朝高代は約3年前に9歳年下の、主人と結婚して、今、2人で暮らしております。子供はいません。2人で、一緒に合同会社和佐塾という、塾を経営しております。一人でも多くの女性が笑顔になることで、周りの方がたくさんまた幸せの輪が広がっていくということをキーワードに、女性を応援する活動を行っております。ご機嫌救世を使った個人セッションやセミナーなども行わせていただいております。そしてYouTuberとしても活動をさせていただいております。よろしくお願いいたします。このチャンネルでは、女性が知ることで自分の癒しや人生の悩みを改善していくためのヒントになるようなことをお伝えさせていただいております。一人の女性が笑顔になると、周りのたくさんの人が笑顔になる、それをコンセプトにお伝えさせていただいております。自分自身が毎日ご機嫌でいられるように、心と体を両方整えることによって、毎日が幸せで笑顔でいられるようなお手伝いをさせていただきたいと思います。毎日動画を配信させていただいておりますので、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。通知の設定をしていただくと、動画が配信されるときに皆さんに通知が行きますので、通知の設定もよろしくお願いいたします。今回は一泊水星さんが自分の内面に八泊土星を持っている場合のパターンに参りたいと思います。今回は、一泊シリーズからこのシリーズが始まりますので、全体像を少しだけお話をしておこうと思います。まず、立春の2月4日から3月5日までに生まれた人が、今日のテーマである一泊水星が本命星で、八泊土星が月明星というパターンになります。で、次また、約1ヶ月ずつで、月の数字がだんだんこう小さくなっていっていると思います。で、このずっと、9つのサイクルまで行きますと、また、戻ってきて、今度11月7日から12月6日もまた内面が八泊土星さんというパターンになります。九星気学では、いわゆるこの言い方を、違う言い方をしているものがあります。で、私の方は、九星気学をベースにさせていただいているんですけれども、主に心と体を自分で整えるためのアプローチとして、ご機嫌九星という形で皆さんにお伝えさせていただいているので、若干一般的な九星気学とは違っていることをご了承ください。今年一泊水星さん、2020年は八泊土星の位置におります。で、八泊土星ってどういう位置づけかと言いますと、人生の中でも大きな変化が起きてくるとき、自分自身の、ポジションなどが大きく変化したりする年なんですね。ですので、例えば、転職をするとか、引っ越しをするとか、あと、ポジションという意味では結婚をするっていうこともあり得るし、反対に離婚をするっていうこともあり得ます。自分の大きなこうポジションチェンジが起きる年回りでもあるんですね。例えば私が、アメリカに行った年っていうのは、ちょうど八泊土星の星回りの時にアメリカに行きました。自分自身はその時知らなかったんですけれども、行って教えていただいた時に、あ、自分は会社を辞めて、はるばるねアメリカまで来たのは、あ、こういう八泊土星のすごく変化の大きな、節目の時に来たんだなっていうことを、実感したことを今でも覚えています。
そんな風に八白土星の位置にいるときは今年大きな変化が起きるんだなということを一白水星さん覚えておいていただきたいんですね。でなおかつ一白水星の内面に、八白土星があるっていう星回りなので、この、変化に対しては、まだ耐性がある方だと思うんですよね。月明星に8があるっていう人は、いろんな変化にも耐えることができる、精神性を持っていると思います。で一白水星さん自身は割と、おとなしめな、性質に外から見えますが、実は内面はとても強い芯のある人が多いです。そして八白土星は、表から見ても中もどちらも結構強い性質を持っているんですよね。動かざるごと山のごとしみたいな感じで自分の、意見っていうものをおいそれと変えたりはしないんですよね。なので一白水星の結構他の人に合わせていける性質と、あんまり合わせづらい八白土星なので結構性質的には拮抗する部分があるので、自分の、内面の時内面と、ギャップを感じることが結構あると思います。で思春期の時に八白土星から一白水星に変わる時っていうのは結構内面にモヤモヤしたり、自分のアイデンティティがこう変わる時にちょっとなんか、自分って本当はどんな人なんだろうとかっていうことを結構悩んだかもしれないですね。で、五行の図からいくと八白土星は土で一白水星は水ですから、相克の関係で土の方が強いんですね。なので八白土星の方が、強く性質が出てきやすいですし、また、思春期だいたい17歳をめどに、月明星から本命星のこう性質に変わってくるんですけれども、それが、早く出現しやすいっていうことも言えます。で、八白土星の、思考で思春期まで大きくなっているので、その八白土星のやり方で行動をしていく、大人になってもそれは続くっていう感じなんですよね。だから一白水星さんらしからぬ行動も結構見受けられるかと思います。で、仕事面でいくと一白水星さんっていうのは、結構こう誰にでも人に合わせていけるので、まあ、組織の中でも、柔軟に対応がまずできます。そして、0から1を生み出すことが得意な人なので、いろいろなこう立ち上げであったり企画であったりっていうことは得意な方です。で八白土星っていうのは、こう物であったり人であったり、まあ、お金であったりいろんなこう物質面に結構強い人なんですよね。で、一白水星さんは割と思考の方が優位になるので、この両方をうまく自分でコントロールができると、とってもうまくいくと思うんですけれども、結構真逆な、星回りなので、それを自分でコントロールが結構難しいかと思います。でも、慣れてくると、自分でも使うことができると思うので、あ、自分ってこう今は、思考優位だけどこの時は、八白土星らしさを出した方がいいのかなっていう、あの自分の中のこの二面性を使い分けていけると、結構人生が生きやすくなるかなと思います。で意識してないと結構自分の内面とのギャップに苦しむところが出てくるんじゃないかなと思います。で、恋愛面でいきますと、すごくこう内面と外とのギャップがあるので、お相手から見るとなんかこの人の性質がつかみづらいなって思われる可能性が結構あります。ですので、あのお相手との話っていうのは結構自分の思ってることはできるだけお話をしておかれた方がいいと思います。そして、一白水星は結構浮気が多い星回りです。で八白土星はね一途なのであんまり浮気したりしないんですよね。だここもすごく拮抗するので、あの自分がどっちで行くかっていうのはあのできればね一途に行っていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、基本的には一白水星の性質が表に出ているので、相手はそういうふうに認識をしているので、人にこう合わせていける、そういう、 こう、柔軟なところを、みんなは印象として受けるんですけど、突如八白土星の固くなさが出てきた時にびっくりされるっていうことがあるので、そこを自分でご注意なさるといいかなと思います。で健康面でいうと一白水星さんはまず冷えに注意をしてほしいなって思います。で水分の取りすぎであったり冷たいものの取りすぎ、あと今でしたらエアコンなどが冷えたりするのも気をつけていただきたいと思います。
で、八白土星さんの、まあ、星回り、まあ、これは大人になってからあまり関係はないんですけれども、甘いものに注意をしてほしい星回りでもあります。一白水星が本命星、八白土星が月命星の方っていうのは、本命星と月命星の、性質が違うので、そのギャップを自分でもしっかり掴んでおくことによって、いろいろなこうポジションを自分で使い分けができるようになると思うので、そこをぜひ自分でもいろいろ調べてみていただいて、また私にもコメントとかいただいて、いろいろ質問していただければと思いますので、このギャップに苦しまないように、していただきたいなと思います。では、まあ、今回から、本命星と月命星の関係性についてお話をしてまいりました。で、次回からはまた、順番にいきたいと思います。で、今回は2月4日から3月5日と11月7日から12月6日生まれの人が対象となります。また、次3月6日から4月4日12月7日から1月4日の人、月命星が七赤金星というパターンに参りたいと思いますので、また次回もぜひご覧ください。毎日動画を配信しております。ぜひ、高評価のボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、さようなら。